さんこんにちは、ミッチーです。今日もブログアップしていきます。本日はですね、こちら、はい、マイク ECM-B10、 こちらのマイクのね、音声を検証していこうかなと思います。で、今撮ってるのは α7S3 の内蔵マイクを使ってね、音声の方を集音しております。なので、それをこちらに変えると一体どうなるのかとっていうのを今日はね、見てみようかなと思います。で、こちらのマイクなんですけど、皆さんね、まあ、ご存知かと思いますけども、ソニーの、ね、カメラに、直接つけてもらうとワイヤレスじゃないな、ケーブルレスでマイクの方を使うことができます。で、もちろん、ケーブルの方をつけてね、他のカメラにも、使うことはできるんですけども、やはりソニー純正ということで、ソニーのカメラで使うと、ケーブルを必要ないとするマイクになっています。で、ここにね、いろいろとスイッチがあったりするんですけども、指向性がね、なんと3パターン変えることができるんですね。なので、そちらのね、音声の拾い方なんかもちょっといろいろとね、見ていこうかなと思います。で、その他には一応、直接ね、マウントするように、デジタル出力っていうものと、あとアナログ出力、これケーブル使うものですねっていう風に分かれているので、これスイッチを切り替えることができます。あと、音声レベルっていうのも 0dB、10dB、20dB ってことで、スイッチでね、音声の大きさっていうのを変えることもできます。で、フィルターっていうのもついてまして、一番上がね、ノイズキャンセリングですね。こういった外で撮影するときに、風がね、今ちょっと入ってるか分かんないですけど、ざわざわっとしたね、風切り音なんかも、出てくる場面が結構あるので、それをね、カットするようなものだったりとか、あとローカット、 LC って書いてあるローカットですね、まあ、低音をね、カットすることで、ちょっとこういったビビリみたいなのを抑えることができると。で、その下がオフということで、フィルターがね、かかってない状態で、使用することができるというものになります。で、これのね、上位モデルとしては ECM-B1M っていうのが、当初ね、発売されたんですけども、そちらの方がね、もう全然手に入らないぐらい売れてしまって、あと半導体不足っていうのもあって手に入らなかったんですけども、それの後継機として、まあ、ちょっと1個ね、グレードが落ちるような形にはなるんですけども、 ECM-B10 というものが発売されました。で、今回こちらね、購入しております。で、もう購入してから結構経つんですけども、今日たまたま外に出てね、お仕事です、外に出て、少しお時間あるので、これの検証ね、していこうかなと思います。じゃ、早速このマイク取り付けて音声の方を聞いていきたいと思います。はい、ではまずね、ECM-B10 つけて A 指向性というね、主音域での、音声っていうのをお聞きいただいております。いかがでしょうか。皆さんこんにちは、ミッチーです。今日もブログアップしていきます。 A 指向性なので、この正面のね、声っていうのをよりね、クリアに取るというものになります。ただ、A 指向性で前だけではなくて、後ろのね、こう例えばカメラを持って喋る時の音声っていうのも、拾うことができます。ただね、離れると拾えないんですけども、結構近いところでしたら問題なく拾えるといった感じですね。で、これが A 指向性の音声になります。じゃあ、試しにちょっと後ろ回ってね、音の方拾ってみたいと思います。はい、では後ろに回って喋っておりますが、いかがでしょうか。まあ、カメラを持って、撮影するときに喋ると、まあ、これぐらいの距離かなと思います。で、これで喋ると、まあ、こんな感じの音声で撮ることができますね。ここから後ろに離れていくと、声っていうのはだいぶ小さくなるんじゃないかなと思います。前にタレントさん、まあ、タレントさん撮るような仕事ではないかもしれないですけど、まあ、人がいて、で、自分も撮影しながら撮るよっていう場合は、この A 指向性のものを使うと、前も後ろも音を取ることができるといったものになります。はい、 A 指向性の音声いかがでしょうか。まあ、距離的にはね、だいたい30〜50センチ、いや30センチぐらいかな、はい、開けたような状態になっております。じゃあ、次ですね、ここからまあ後ろに下がって離れていった段階で、どれぐらいの音声が拾えるかっていうのを聞いてみたいと思います。はい、じゃあ今立って、まあ、距離の方1メーターちょっとぐらいかな、離れた感じになっております。声のボリュームっていうのは変えておりませんが、いかがでしょうか。だいたい1メーターぐらいですね。 A 指向性で1メーターぐらい離れて音声の方を拾っておりますが、いかがでしょうか。じゃあ、もうちょっと後ろ下がってみます。これでだいたい2メーターぐらいですかね。2メーターぐらい離れて音声の方はどれぐらい拾えてますでしょうか。はい、だいたい2メーターぐらいですね。 A 指向性で2メーターぐらい離れて音声の方を集音しています。いかがでしょうか。はい、一応風防をつけているので、風切り音なんかっていうのも抑えられているとは思いますね。外で使う場合っていうのは、まあ、
この風防を取ってしまうと風切り音入ってしまったりはするので、まあ、例えばノイズキャンセリングかけたりということが必要になってくるんですけども、今風防をつけているので、このような音声になります。ちょっと試しに、ね、風防を外してみましょうか。はい、風防を外しました。外したらいかがでしょうか。今日風そんなに強くないので、もしかしたら風切り音も、ね、入ってないかもしれないんですけども、このような感じです。何か差は感じますでしょうか。いかがでしょうか。あ、飛行機の音とかもね入るかな、もしかして。はい、こんな感じで、風防なしだとこういう音になっております。じゃあまた風防つけていきます。はい、風防をつけました。この風防のね、脱着っていうのもすごくしやすいですね。前からギュッと差し込んでサクッと引っ掛ければすぐ使えるので、まあ、個人的にはね取り外しあんまりしないんですけど、仮にあの音声をねもっとクリアに取りたいよっていう場合は、まあ、外して使ってもいいかもしれません。はい、続きまして単一指向性になりますね。こちらに関しては基本的には前の音を取るんですけども、前を取る音の幅っていうのが結構こう広いですね。前面、例えば2人並んだ時にも音声を2人同時に一緒に取ることができます。はい、で距離の方は、先ほどと同様、まあ、1メートルないぐらいで声の方を集音しています。音声の方いかがでしょうか。ではね、この単一指向性の状態でまた後ろに回って音声の方を聞いていただこうと思います。はい、音声の方はいかがでしょうか。今ちょうど後ろに回って撮影の方をしております。声の方はどれぐらい入ってますでしょうか。先ほどね、後ろに回った時と同じようにカメラを持って撮影するぐらいの距離で、今、声の方を撮っております。ここからですね、また離れていくと声っていうのは拾いにくくなるかなと思います。ただ周り意外に、ね、静かなので、もしかしたら僕の声も結構拾えちゃってるのかなとは思うんですけども、離れていくと声はだんだん小さくなるよというような指向性になっております。はい、前に戻ってまいりました。それでは次はね、また先ほど同様1メートル2メートル離れて、音声の方を集音してみようと思います。だいたい1メートルぐらい離れて音声の方を集音していますが、いかがでしょうか。ちょっと画角がねこう切れちゃいそうなんでかがんじゃってますけどもね、音声の方いかがでしょうか。これが単一指向性で、だいたい1メートルちょっと、1メートルぐらいかな、離れて、集音している音声になります。じゃあここから2メートル離れていきます。こんなもんかな。はい、音声の方いかがでしょうか。だいたい単一指向性で2メートル離れて音声の方を集音しています。結構風も吹いてきたんでね、風の音もしかして入ってるかどうかわかんないですけどね、風防でうまく守られてればいいんですけども、わかるかな、結構なびいてるんですよね。はい、こんな感じで風もあるんですけど、音声の方ね、風切り音入ってないといいなと思います。はい、ということでこちらがね、単一指向性の音声になります。はい、続きましてね、全指向性になります。全指向性は、まあ、先ほどはね前だけの声を、まあ、明確に取るよという風だったんですけども、今回は全部の、ね、範囲の音を取りますよという指向性になっているので、今これ撮影している向こう側にねちょっと工場があって、ゴン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 音がしてるんですよ。そちらの音ももしかして、拾えてたりするかもしれません。あっちの方では、工事かなんかしてるのでカン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 鉄を叩いた音とかね、そういったものも僕の耳には聞こえてきますが、マイクの方では、どんくらい拾ってるでしょうか。はい、でまあ、こちらに関しても、一応後ろからねまた撮ってみたいと思います。はい、先ほどと同様の距離で、集音をしていますが、いかがでしょうか。全指向性なので後ろの音も、拾うことができますね。なので、まあ、こちらを使って、まあ、前の被写体と自分の声を、ね、入れることも可能なんですけども、例えば環境音を拾いたいよなんて時は、こういった全指向性を使うことで、周りのねこういった、虫の音だったりとか風の音だったりとか水の音だったりとか、そういったものもね、拾うことができますね。はい、こちらが全指向性で後ろから喋ってる音声になります。これ離れていくとどうかな。離れていくと、はい、こんな感じで音声の方が、遠ざかってはいるけど拾えているといった感じじゃないでしょうか。
はい、ということで指向性の方をね3パターン聞いていただきました。いかがだったでしょうか。次は、ノイズキャンセリングとローカット、どのように、音の方にね変化が出るのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、ということで、ノイズキャンセリングを入れた状態で集音しています。先ほどまではねフィルターをオフにしていたので、もしかしたら、こういったね風の音だったりっていうのも多少拾っていたかもしれないんですけども、今ノイズキャンセリング入れておりますので、雑音っていうのがだいぶカットされているかなと思います。あ、ちょっと待って、雲がやめてやめて、はいはいはい、雲が上がってきましたね。まあ、A 指向性でノイズキャンセリング入れると結構こう風の音だったり、外の環境音なんかもカットできるんじゃないかなと思います。これも一応離れてね音声の方を撮ってみたいと思います。はい、だいたい1メートル離れて音声の方を撮っておりますが、いかがでしょうか。はい、こんな感じですね音声、A 指向性でノイズキャンセリングを入れた状態で1メートル離れて撮っています。音声の方いかがでしょうか。それでは2メートル離れて撮っていきます。はい、これ2メートルぐらい、2メートル離れるとこんな感じになっております。 A 指向性でノイズキャンセリング入れた状態になります。いかがでしょうか。風もだいぶ強くなってきたので、風の音ね、もしかしたら入ってるかもしれないんですけども、ノイズキャンセリングをね入れているのでだいぶね、抑えられてるんじゃないかなと思います。はい、ということでノイズキャンセリング入れた状態がこちらになります。はい、続きまして A 指向性でローカットを入れたものになります。いかがでしょうか。こんな感じでね、ローカットなんで、まあ、低い音っていうのをなるべくカットすると。なのでこの後ろから、出てる音でこうどんどんした音みたいなのはもしかして、ちゃんと綺麗にね消えてるんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。こちらに関しても少し距離を取って話をしてみたいと思います。はい、だいたい1メートル、A 指向性1メートル離れて、ローカットで喋っておりますが、いかがでしょうか音声の方。はい、このような感じになっております。風の音もどれぐらいカットできているでしょうか。まあ、風に関してはどっちかというと高い音だったりするので、これに関してはね削れてないかもしれないですね。はい、なので、まあ、屋外で使うんだったらノイズキャンセリングをつけた方がいいのかもしれません。じゃあ2メートル離れていきます。はい、2メートル離れるとこのような感じですが、音声の方いかがでしょうか。ローカットですね、2メートル離れてローカットで、音声の方を集音しています。指向性は A 指向性になります。いかがでしょうか。皆さんこんにちは、ミッチーです。今日もブログアップしていきます。はい、音声いかがだったでしょうか。こんな感じでね、いろいろと、まあ、組み合わせを変えることによって環境に合わせて一番適切な音声っていうのを、自分で作っていくことができるというものになります。じゃあせっかくなので単一指向性、こちらに関してもノイズキャンセリングとローカット試していきたいと思います。はい、というわけで単一指向性でノイズキャンセリング入れた状態で撮っております。いかがでしょうか。こちらもねノイズキャンセルがね入っているので、風の音だったりとかっていうのも抑えられてるんじゃないかなと思います。ただ先ほどと比べて A 指向性ではないので、やはり若干ね周りの音っていうのを拾いやすくはなってるんですけども、キャンセリングを入れることによって、風の音っていうのもまあ低減させることができるのかなと思っております。まだちょっと聞いてないんで分かんないんですけど、一応指向性の仕組みとしてはそのような感じになっております。じゃこれもねちょっと距離離れて撮っていきます。はい、でこれで1メートルぐらい離れた音声になりますが、いかがでしょうか。単一指向性で、ノイズキャンセリング入れた状態になります。いかがでしょうか。皆さんこんにちは、ミッチーです。今日もブログアップしていきます。じゃ2メートル離れていきます。2メートル離れるとこのような感じですね。音声の方いかがでしょうか。単一指向性2メートル離れてノイズキャンセリングで、話の方音声の方を拾っております。いかがでしょうか。皆さんこんにちは、ミッチーです。今日もブログアップしていきます。はいはい、いかがだったでしょうか。はい、続きまして、単一指向性ローカットで、音声の方を拾っておりますが、いかがでしょうか。この辺はね本当、まあ、風に限らずですけど環境音によってだいぶ差が出てきますね。環境音ってやっぱ高い音が突然鳴ったり低い音が、大きく出たりっていうのが結構バラバラなので、比較するにはちょっと難しいかなと思うんですけども、多分スタジオ内とかでね、使ったりするときっていうのは明確に差が出るのかなと思います。でこれがね、一応単一指向性でローカットで、集音の方をしています。じゃあこれも距離離れて話していきます。はい、ということで音声の方1メートル離れて、単一指向性ローカットで話をしていますが、いかがでしょうか。皆さんこんにちは、ミッチーです。今日もブログアップしていきます。単一指向性1メートル離れてローカットで音声の方を集音しています。じゃあ2メートル離れていきます。
はい、2メートル離れるとこのような感じです。音声の方いかがでしょうか。声の張りっていうのは変えておりません。ずっと淡々と同じトーンで喋っておりますが、いかがでしょうか。単一指向性で2メートル離れて、ローカットで音声の方を拾っておりますが、いかがでしょうか。皆さんこんにちは、ミッチーです。今日もブログアップしていきます。はい、差は出てるんでしょうか。出てると嬉しいなと思います。ということで、単一指向性で、ローカット、聞いていただきました。はい、それでは最後ですね、全指向性で、ノイズキャンセリング、音声の方いかがでしょうか。やっぱりね、Vlog で使うような場面のマイクだったりはするので、これぐらいの距離がやっぱ適切かなと思います。1メートル2メートル離れるとなかなかね取りづらい部分も出てくるかなと思うんですけども、一応ね歩いてる人をねこう追いかけて音声を拾うっていうこともあるので、音声が綺麗に取れてればそれでも問題ないかなとは思います。いいかな。はい、ということで全指向性でノイズキャンセリングを入れた状態になります。一応全指向性なので、周りちょっと歩いてね音声の方も確認したいと思います。はい、ということで、音声の方いかがでしょうか。全指向性で、音声の方ノイズキャンセリング取っております。いかがでしょうか。今ね後ろの方に回ってまいりました。いかがでしょうか。ちょっと机があるんで離れますよ。入りませんのでね。はい、これ真横からですね。この距離だと1メーター50ぐらいかな、離れてるんですけど、いかがでしょうか。皆さんこんにちは、ミッチーです。今日もブログアップしていきます。皆さんこんにちは、ミッチーです。今日もブログアップしていきます。はい、音声いかがだったでしょうか。じゃあ次ね、後ろに1メートル2メートル下がって音声取っていきます。はい、皆さんこんにちは、ミッチーです。今日もブログアップしていきます。大体1メートルぐらいですね。全指向性1メートル離れてノイズキャンセリングで取っております。切れちゃった。今ね、インスタ 360X3 も同時に撮ってたんですけど、熱停止しました。やっぱ回しっぱなしなかなかきついですね。はい、でこちらがね、全指向性ノイズキャンセリングで1メートル離れて撮っています。はい、じゃあこれで2メートルぐらい離れていますね。はい、音声の方いかがでしょうか。全指向性ですね。周りの音も拾っちゃってるんでね、さすがにクリアには拾えてないかなと思いますが、2メートル離れてノイズキャンセリングで撮っております。いかがでしょうか。はい、ということで、疲れてきた。では次、次が最後ですね。ローカットで撮っていきます。はい、ということで全指向性ローカットで撮っておりますが、いかがでしょうか。今ね決して風も強くないので、風切り音みたいなのも拾ってなければ、ローカットでも十分綺麗に聞こえてるかなと思うんですけども、音声の方はいかがでしょうか。はい、いやこれもね、せっかくなんで、あ、風強くなってきたね、これ入るかな、この風切り音どうかな。でちょっとね回り回ってみたいと思います。はい、音声の方いかがでしょうか。今ちょうどね真横ぐらいに来て音声の方撮っております。全指向性でローカット撮っております。まあだいたいね1メートル離れて回ってるような感じなので、まだ拾えてるかなと思います。これはカメラね、ちょっと離れた1メーター50ぐらい離れた、2メーター2メーターないかな、1メーター50ぐらい離れたとこから音声の方拾ってますが、いかがでしょうか。はい、ぐるっと回ってまいりました。皆さんこんにちは、ミッチーです。今日もブログアップしていきます。ということで戻ってきました。全指向性、じゃあ次1メートル、2メートル離れて撮っていきます。はい、大体1メートルぐらい。皆さんこんにちは、ミッチーです。今日もブログアップしていきます。全指向性で1メートル離れて、ローカットで撮っておりますが、音声の方いかがでしょうか。それでは次2メートル離れていきます。はい、2メートル離れて音声の方拾っておりますが、いかがでしょうか。拾えてんのかな、ちょっと心配になる距離ですね。全指向性でこれぐらいになると、まあ、周りの音がちょっと邪魔しちゃってうまく取れてないっていうことはあるかもしれません。ということで以上になります。